皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はビーレジェンドちょっと一休みミルクティーですね。今年のね、6月に一度発売されたんですけれども、ものすごい勢いで早期完売っていう形になってしまった、こう大人気のフレーバーなんですけれども、いろんなお客さんから再販してくださいっていうお声をね、たくさんいただきましたんで、2000袋限定で再販決定いたしました。本日はね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。パウダーの感じはね、こんな感じですね。通常のね、パウダーとよく似てて、こんな感じでサラサラしてるようなパウダーになっております。それではこちらのね、袋スプーンに吸い切って1杯ですね。水大体 200ml ぐらいに入れていきます。よいしょ、しっかりロックしてローリングからのシェイクですね。泡立ちもね、ダマもほとんどありませんね。しっかり溶けております。あ、すごくあの紅茶葉のね、こういい香りがシェーカーの蓋を開けるとねしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。おいスイーツ、間違いない美味しい味ですね。こうどんなもう味に近いのかって言わせていただくと、もう午後に飲むミルクティーみたいな午後に飲む、ミルクティーですね。本当それに近いこう味にね仕上がってます。で、正直コップに入れて渡されたら、通常のねミルクティーと見分けがつかないぐらい、本当にねミルクティーがねうまく再現できていると思います。紅茶葉のね香りとホエイのミルク感ですね、もうそれが絶妙のねハーモニーとなっておりまして、絶品のねミルクティーに仕上がっておりますんで、まあ、限定2000袋になりますんでね、お早めにねお買い求めください。で、栄養成分に関しましては、通常のね、ビーレジェンド WPC と同じスペックですね、ほぼほぼ。エネルギーが 113.1kcal、タンパク質が 20.5g、脂質が 1.5g、炭水化物 4.4g、食塩相当量 0.2g、ビタミン C 40.3mg、ビタミン B6 が 1.0mg となります。気になる発売日なんですけれども、10月21日水曜日お昼12時からとなります。限定2000袋、3200円となります。前回のね6月の販売時は3000袋をご用意があったんですけれども、もうものすごい勢いでね完売してしまいましたんで、今回もこの動画を見てる今すぐお買い求めいただいた方がいいと思います。概要欄の方に、URL 貼っておきますんで、今すぐお買い求めください。もしね完売になってしまってた場合は、申し訳ございません。ビーレジェンドがねこう自信を持って送り出す至高のフレーバーですね。ちょっと一休みミルクティー風味、ぜひお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。